工作実習では機械関連の知識だけでなく技術力も向上させることができます。また新型の工作機械も申請が通れば課外活動でも使用することができて、さまざまなものを自分で作ることができます。 1,2 年生では基礎となる回路理論や電磁気学を徹底して勉強します。一から学ぶ人にとっても分かりやすいです。その後にいろいろな専門科目の中から興味のある科目を選んで深く学ぶことができます。持続的な社会づくりに貢献できるような事業があることです。応用科学科は材料という点で関係することが多く、自分の将来に活かせるような知識を学べます。8週間実際に企業で就業できるコープ実習は勉強になりました。日本でこのような大規模な取り組みは東京工科大学が初めてであり、他校ではできない挑戦をできるのが魅力です。理論と実践の両方を学ぶことができます。授業とコープ実習に参加して産業界でどのような技術がどのようなところで使われているかを知ることができました。教養科目や英語の講義も充実している点が魅力だと感じています。科学の講義中も工学系の専門的な英語を学べるので後々役に立つと思います。先生方は質問すれば理解できるまで丁寧に教えてくれます。またサステイナブル工学を学ぶことで環境に優しいものづくりについて学ぶことができて、社会に出て必要となるスキルが身につきます。授業も面白いですが、先生も個性的で面白い人がたくさんいます。数学の教科書が英語だったり、多学科と合同でサステイナブル工学を学んだりする授業もあります。少人数の授業があって疑問点をその場で解決することができます。また授業の最後に小テストを行う講義では、その日のうちに復習して何が理解できていないのかを把握することができます。